北海道知事公館は、北海道札幌市中央区北一条西16丁目に所在する北海道知事の宿舎。建物は国の登録有形文化財として登録されている。一般に公開されている庭園内は緩やかな起伏に富み、水路が走っている。これはおそらく札幌洗浄地の現地形面がほぼそのままの形で保存されたものだと思われる。 古地図によれば、かつて敷地内には二つほどのメムがあり、その水は小川となって北に流れ出していた。都市開発の影響でメムは枯渇したが、庭園では人工的に水を流すことで王子の流路が再現されている。北海道知事公館の東側に併設して、北海道知事公邸があるが、老朽化で現行施設は廃止されることになっている。 道の有識者研究会では跡地に北海道立近代美術館を移転させることが提案されており、北海道知事公邸跡地に新知事公邸と新美術館を一体的に整備する案、知事公邸と北側の道カンブラ向けの宿舎の区域に美術館を移転する案、現美術館の跡地に複合施設を設けて一部を新公邸とする案などが出されている。 abcdefghijklmn 大北海道公式ページ知事交換の由来文化遺産オンライン前田 2007p33ab 同立金備知事公邸後に移転化有識者研究会で浮上北海道新聞2021年3月2日閲覧ありがとうございます